ここはハルモニアの果樹園。ミグミーたちが調和の実を育てている。ゼフト族が闊歩するゼフトハイツ、アウィシー族がさえずるアウィシーウッズ、アルクタン族がうなるアルクタンバレー、ペスカ族ご自慢のペスカスプリング、メリョたちはユナイテッドタウンの山の手で暮らし、下町は種族の垣根を越えて交流する調和の象徴だ。デミゴット。彼らはこの調和の世界をノイズから守ってくれる。ゾディアックパワーで心と体を強化して調和を乱すノイズどもと戦うのだ。選ばれし者デミゴットの任期は3年間。3年の戦いの日々を過ごすと彼らは姿を消す。多くの親は子供たちにこう教える。彼らは天に昇りお星様になるんだよ。もちろん子供たちは真実を知っている。ゾディアックパワーを使うその代償は命。彼らは調和の歴史に名を刻み、家族に莫大な報酬を残し、3年分の感謝と賞賛で心を満たして死ぬ。私たちはだからデミゴットに選ばれることを恐れながら大人になる。あ、ウラン、足元に気をつけてください。装備の点検中なんです。エコよ、そこは通路だろ。気をつけるのはお前の方だ。本当はそこで作業したいけど、お年寄りが場所を独占しているんです。わしのことかな。おい、生臭いペスカ、そういう時はな、どいてくださいって言えばいいんだ。言ったらどいてくれますか。どかんぞ。その性格早死にしますから。死ぬ時は一緒だ、相棒よ。ああ、やだやだ、僕は運命を呪います。たく、お前さんも辛気臭い顔してるな。そう、私は毎日楽しんでるよ。仲間が仲良くしてくれればもっと楽しいけど。わかったか、小僧。ふん、